俺を殺人犯だと思ってるんだろ。あ、思ってんだ、本当は。何今の絵。私を舐めないでくれ。かわいい。私がこだわっ、あ、ちょっと衝撃的すぎて。私が怖がってる？冗談じゃないわ。まず、第一に私は探偵。事件現場では犯人に恨まれる職業、死ぬことは探偵になった時から覚悟できてるわ。そして第二に、私はもしもに備えて格闘技をいくつも得得している。習得だったね。私はあなた程度の力じゃ負けない。ましてや犯人だとも思っていない。これですっきりした？私はあなたに怯えてなんかいない。悪かったよ。分かってくれればいいのよ。強い女性だな。お、9時か。なになに？怖っ、な、あ、停電か。停電？おいおい、なんでいきなり。懐中電灯。大丈夫か？あった。つかねえの？つかない。はぁ？壊れてはないはずなんだけど。怖っ、音。なんだ今の振動は。まさか、急いでここから離れるわ。どうやって？なんでだよ。いいから早く。早くって言われても暗くて何も見えねえよ。道や障害物の位置は全部覚えてる。すげえな。だから何？私が引っ張るから走って。オッケー、早く。ああ、なんか、難しい展開になるのか。いいわよ、その調子。なるほどね。そういう感じね。おお、簡単だ。あと少しよ。おお、めっちゃ下。これ、イージーだから簡単なのか。ラストスパート。よし。早く入って。どこに入ったんだ？これで大丈夫か？おお、明かりがついた。治った？一体何がどうなってるんだ？うわあ、ちょっと、怖っ。超光る。落ちたの。光る？なるわ。光る？チャプターエンド。あ、怖っ。あ、何？死者。4。かわいいね。いてててて。どこだ、ここは。とにかく、ミアと合流しないとな。一人か。体力が追加されました。体力が0になるとゲームオーバーになります。おぉ。ダッシュ機能が追加されました。スタミナゲージが少なくなると走れなくなるので注意してください。お、ってこと、追いかけられるってことなのか？ミアと合流する。オッケー。ああ、なるほどね。これで走れるんだ。開かないんだ。鍵がかかってるな。音怖っ。めっちゃ速く走れるな。鍵がかかってるな。超速い。どうすりゃいいんだ。まあ、でも回復薬とかが、ちょっとある。ああ、何？なんかいるんだな。ん？音が怖えな。なんかあるな。先にあっちを見に行こう。そういうことが、音が鳴った方に。うわ、誰かいたな、今。子供？なんでこんなとこに。子供がいんのか。ちょっと怖えな。開かねえんだ。鍵がかかってるな。これ、むやみに走ってて大丈夫か？先に上の部屋を調べよう。1号室。なるほどね。4号室。おぉ。とりあえず行ってみるか。何が起こるんだ、今から。どこにいんだ。怖えな。追いかけっことか超苦手だよ。電気が消せないな。壊れているのか。うわ、怖っ。びっくりした。どういうこと？驚かされたな。なんだろうこれ。医療薬を手に入れた。ダメージは受けてはない。
これイージーにしてよかったな。イージーじゃなかったら結構やばかったんかな。扉の向こうに何か置かれていて開かないな。誰かいるのか。どうにかしないとな。え、どうもできんくない？医療薬使えるの？体力は最大ですよね。ああ、だからアイテムどっかで拾ってこいってことね。ああ、椅子で壊すんか。ごめん、なんもないわ今。椅子で壊すんか。ってわけでもないな。どっかにアイテムがあんのか、じゃあ。じゃあアイテム拾ってくるか。怖いよ。少々怖いよ。じゃあこっち側、先にあっちを見に行こう。あーれ？どっかにアイテムあんじゃないの？じゃあ。何かが見落としてんのかな？俺。あ、ここ入れたりすんのか。あ、入れんだ、もう。怪しい。あー。すげえ怪しいナイフみたいなやつあるな、上に。あ、切れた。うわ。電気が消せるみたいだな。消したくねえよ。何？将来的に消さなきゃいけないのか。消さなきゃいけないイベント来んの？汚いな。まあ、とにかくあの、着物だな。いろんな瓶が置いてあるな。え、斧？斧を手に入れた。これで開けんだろうな。意外と重いな。まあ、斧だからな。戦うんかな？え、どういうことこれ？布団の遠近感どうなってんのこれ。まあいいわ。どうしよう、電気消しとくか。あ、ダメだ。あ、消せるだ。うわ。もう、なんだよ。そういうことすんのやめて、絶対。びっくりした。よし。斧でぶっ壊そう。誰かいるのか。あ、ちょっと待って。一回セーブ挟んどくか、さすがに。で、斧があるから、斧で多分いけるんだろうけど。斧でいけるんだろうけど、さあ、斧でいってみよう。扉壊すなんていかれてるよな。なるほど、こういうことやんのか。で、どうなんだ。音。いや、怖いわ。こんな中にいる人めっちゃ怖いだろうな。やべえやつだと思われるよ。お、女の子か。お兄さん、誰？怖くはないよ。俺は夕霧光。君の名前は？ダメ。何が？え？不審者には名前を教えちゃダメだから。まあね、斧で壁ぶっ壊してくるようなやつはまあ不審者だわな。わかった。じゃあなんで君はここにいるの？それも不審者の人には教えない。なんとかして誤解を解けないかな。まあ、斧でぶっ壊してる時点で誤解解けないよ。来ないで。どうすりゃいい？じゃあ。どうすりゃいいの？どうやって誤解解くんだ、これ。まあ、いいか。とりあえず進めんのかな。あそこに女の子一人置いといて大丈夫か？むしろ。ここは、継続で鍵かかってんのね。体力ゲージとかちょっと怖いよな。あ、進めるようになってる。あ、なんか一個一個調べれんのかな、一応は。ここは、なんかこれだけ色違う、あ、全部色違うわ。5号室。怖えんだよな、音がさっきから。何、モワモワってなってるな。医療薬を手に入れた。なぜ？何なんだ、ここ。ここも電気消せんのか？電気は消せないな、壊れてるのか？これを繋げるんかな？このさ、中華風な音すげえ怖いよな。中華チックな。なんかここだけいけんだよな。
あ、下に出たんだ。鍵がかかってるな。うわ。IC カードが必要みたいだ。おお。ここの地図は持ってないんだ。まあ、持ってないわな。で、どうすんだ？ここさっきの場所。ああ、全然違う場所なんだ、ここ。2号室。怖いよね、結構。雰囲気が。これはなんだ？医療薬を手に入れた。医療薬手に入れがちなんだよな。ん？日記帳？もしかしてあの子のか？あ、これで仲良くなるのか？読んだりはしないの？何もないな。開かないか。開かないか。医療薬めっちゃ手に入る。電気は消せないか？壊れてるのか？で、アイテムちょっと見てみるか。あ、見えたりはしないんだ。セーブしとくか、怖いから。よし、行きましょう。急に怖いこと起こるからな、さっきから。3号室。暗い。暗怖い。あ、ここは、なんもないのか。なんだこれ。41523、足。どういうことだろう。41523？ はてな。1から5の数字に電球の絵だな。そういえば部屋に番号が振ってあったな。部屋ごとに何かの違いをこの数字の順番通りに従えばいいのかな。あー、そういうこと？電球がある場所とか。電球ねえか、でも。あ、消せた。電気は消せるな。うん、どういうことかちょっとわかんねえな。41523。そっか、4は、さっき女の子がいたとこだもんな。で、23がここでしょ？ 1 が向こうだもんな。1がここだもんね。1がやばい部屋なんだよな。つくつかないとかでなんかあったりすんのかな。まあ、とりあえず、女の子、日記持ってきたからさ、仲良くしようよ。これってもしかして君の？私の日記帳。これは君に返しとくね。ありがとうお兄さん。どういたしまして。あ、かわいい、めちゃくちゃ。ん？勝手に不審者って言ってごめんなさい。いやいや、そう思うよ。だって斧で壁ぶち壊してきてんだもん。GTO かってなるもん、ね。別にいいさ。ただ、なんでここにいるのか教えてくれないか？ごめんなさい。わからないの。記憶喪失？わかった。とにかくこっから出ようか。うん。かわいい。ん？私の名前、教えてくれんの？別にいいさ、無理に言わなくても。無事に帰れたら教えてくれよな。うん、わかった。かわいい。地下から脱出する。どうやってってなるもんな。さあ、どうやって脱出しようか。なんだこれ。部屋の鍵。ああ、鍵かかってたとこあったな。俺が落ちた近くの部屋の鍵かな。あ、そうな、そっち？怖いこと起こるじゃん。俺的に、なんだ？何ですか？急に。あ、そういうことか。なんだ？ん？どうした？お前なんか見える系なの？おい、どうしたんだ？お兄さん見えないの？やっぱりかよ。やだよ。なんだよ、そういうの。見えないって何のことだ？やっぱり私。ひぐ、うぐ、いやー怖い怖い。いやー何何お前、おい。待てって。何もこの展開、超怖えな。何も。どうしたの？大丈夫か？ここ3号室か？ひぐ、うぐ。ん？
なんで。あ、鏡に映ってないのか、こいつ。鏡に映ってねえんだ、多分。なんで鏡に俺しか映ってないんだ、やっぱりか。私はね、ここにいちゃダメなの。はぁ？うわ、通り抜けた。ははは、おかしいよね。体、すり抜けちゃうんだよ。きっと私は、幽霊なんだよね。いや、わかんねえよ。わかんねえ、わかんねえ、それはまだ。そんな可愛い子が幽霊なわけねえ。本当はね、覚えてないの。名前か、何もかも。お母さんの愛情も、友達と過ごした思い出も、私は誰なのかも。私怖いよ。俺もすごく怖いよ。早く。死にたい、ちゃんと。死にたい。お前そんなこと言うな。お願いお兄さん。私を、殺し、やば。私を。いや、何回も言わなくていい。ごちゃごちゃうるせえ。かっこいいの、お前。かっこよ。君の気持ちはわかる。言いたいほどわかるさ。けど、それは間違ってる。え？俺も実は中学3年から高校3年の記憶がないんだ。聞いた話では交通事故らしい。君みたいに全部を知らないわけじゃないが、それでも辛かった。親父は俺の記憶がない間にギャンブル症になってたり、高校の友達全員も忘れてたりしてたな。その時は自分がどういう人間なのかもわからなかった。君みたいに消えたいとも思った。でもそんな考えは気づけば消えていた。記憶がなくなっても、俺には友達や家族がいた。だから今俺はこうやって生きていられる。記憶を失うことがどれだけ辛いか痛いほどわかる。けどそれは全て過去の出来事だ。今じゃない。過去なんだ。今君が存在する価値は過去にあるんじゃない。これからなんだ。友達との記憶がないなら、俺が友達になる。家族の愛情を忘れたなら、俺が教えてやる。だから、今日から俺が君を支える。俺が君を幸せにする。おお。だからもう泣くな。うん。お兄ちゃん。何？それじゃあ行こうか。いやー、またなんか見えてんの、お前。また何かいるのか。やーば。何あれ。うん。それに今まで見た中で一番怖い。襲ってきたりとかは。うわ、怖いよ。逃げよう。うん。見えない敵が現れました。勝てるか。人間の目には幽霊は映らないが、謎の幽霊の少女が同行中敵を確認できます。ほう。敵に襲われた場合、QTE が行われます。矢印が赤のバーの上にあるときにタイミングよく C ボタンを押してください。成功すると回避できますが、失敗した場合はダメージを食らいます。なお、敵は違う部屋の中に入ることで消えます。オッケー。うわ。怖っ。いやー、怖い怖い。よかった。あー、すごい。そういうことね。よかった、イージーにして。もう積んでんだもんな、これ。本当だったら。イージーにしてよかった。ちょっとそっち側に行きたいんだけど、俺。え？俺こんなイージーなのにミスったの今。ああ、もうすごい。で、鍵を使おう。鍵がかかってるな。え、鍵を使うんじゃないの、ここで。え、どうすりゃいい？どうすりゃいい？めっちゃ来んな、お前。すげえな。ああ、逃げ切ったのか？ああ、逃げ切ったっぽいな。怖っ。ほぼ詰んでたけどな、途中なんか。鍵がかかってるな。あれ、ここじゃねえんだ。鍵がかかってるな。ああ、そうだよね。いや、怖っ。急に怖がったな。なんなんだ？なんかあんの？なんかあるよ。血まみれの鍵？なんで？なぜそんなものがあるんですか？
どこの鍵だ？まあ、2箇所開かない場所あるからな。そういえば憑依することってできるのか？憑依、それって何？浮遊霊とかが人間に乗り移ったりする現象はなんだか俺の中に入ることってできるのか？やってみるね。え？ダメみたい。普通そうだよな、多分。そうか。憑依合体なんてできないよな。シャーマンキングでもあるまいし。俺がシャーマンだったらワンチャンできたのかもね。あ、なんだっけ、飛ばしちゃったわ、普通に。ま、とりあえず脱出だね。音がねえの怖えな。怖っ、ここなのか？ここの鍵かな？あ、違うんだ。やっぱ向こう側の鍵か。ここの下になんか入れる場所あったもんな。ってことはさっきからガシャンとか言ってたのって全部幽霊なのかな？鍵がかかってるな。物々しいわ。さて行ってみましょう。え？何ここ？何今の謎の空間？煙の中に何かあるんだけど、どうにかして止めないと。後ろのやつが何か関係しているのかもな。あー、これが明かりか。明かりを消しますか？はい。全部消すととか言うわけじゃないよな、多分。そういうわけではないよな。まだ。あ、そうではないよな。多分、そういうことだよね。多分このアイテムの。あれ？あれ、どこで見たっけ、あれ。なんか部屋4、なんとかかんとか、なんとかみたいな。1,2,3,4,5、5個あるな。どうすりゃいいんだろうな。まだ多分ここの時点ではわかんねえよな、多分。まあ、ちょっと他の部屋行くか。なんか、どこで見たっけ？怖えんだよな、ここ。なんかキノコみたいなのあるな。で、ここの電気は消せる。暗いの苦手だからつけてよ。かわいい。悪かったって。まあね。とりあえず1号室は消せる。で、ここが4号室だっけ？ 4 号室。4号室は消せないんだよな、確か。4号室は消せない。やったね。何がやったんだ。あ、でもこうやって喋ってくれるってことはなんかあるんかな。やっぱり、光が関係してきてんのかな。他は、ここは別になんもねえんだな、もう。オッケーオッケー。多分この明かり関係だろうな。時計だけちょっといじってみるか。あ、じゃあこの椅子が動いてたのとかも、あいつがやってたってことか。じゃあ、そういうことだよな。で、ここが3号室。3号室なんかさっきいたもんな、あいつ。あ、3号室は消せる。ごめんよ。悪かったって。鏡の剣は触れない方がいいわな。どっかにあったような、なんかが。なんだこれ。41523。ライトをつけるってことね。41523。よくわかった。そういえば、部屋、あ、まあ、そうだね。まあ、だから、そういうことなんだろうな。4号室どこだ？ここ2号室だよな、確か。4号室だけがわかんない。ここはどうだっけ？電気が消せない。あと5号室を探すだけか。今のところ1と3、だから奇数は消せて偶数がつくってことになってるよな。ここなんとかできたりすんの？お前の力で。無理か。あ、ここは5号室かな。5号室、やっぱり。あー、5号室こんなのあったな。5号室も消せない。これでよくわかったぞ。で、多分あれだよね。ってことは、消すのは、ここと、41の1はつかなかったから、41523だからこれを消すのか。これで、おー、できた。簡単だったな。中に何かあるな。はい。話進むのかな？セーブすればよかった。
カードキーとかなのかな。鍵だ。地下室の鍵を手に入れた。どっか入れない場所あったか。あ、あったな。これで出れるな。なんか追ってくんだろ、今から。それじゃあ行くか。あ、名前教えてくれるのかな。ねえ、お兄ちゃん。ん？お兄ちゃんにお願いがあるんだけどいい？あ、いいよ。なんだ？私に、名前をつけてほしいの。ああ、そうなのか。うさぎがついてるしね。いいのか？俺なんかで。うん、お兄ちゃんだからこそ。わかった。お姫様みたいなキラキラした名前に してね。かわいいな。難しいな。お姫様みたいな名前？そうだな。太陽のように愛を照らす。なるほど。火に愛で姫。ああ、いいじゃん。姫ってのはどうだ？姫？まあいいんじゃない？お姫様だ。気に入ってくれたかな？うん、よかった。姫。まあ、姫っぽいしね。じゃあ行くぞ、姫。はーい。あ、これでも勝手に脱出してくれるわけではないんだ。で、あのカードキーの下りとかどうなんだ？これで脱出できるなとか言ってたもんな。え、ここは、鍵がかかってるな。IC カードが必要みたいだ。どこで手に入ったんだろう。もう一回戻ってくんのかな、ここに。なんか取りこぼしてるものあったんかな。そうだな、これ使って脱出かな。で、いいのかな。わ、開かねえ。おい、嘘だろ。うわ、何？来た。マジ？勝てんよ？クソ、扉が。どうするつもり？見えねえんだ。お兄ちゃん、早く。やばいやばいやばい。ああ、死んだの。チャプターエンド。そうだね。セーブしよう。どうなっちゃったんだろうな。怖っ。ああ、嘘。え、何が？ああ、そっか。まあ、嘘ついてるやつは、ちょっと、あるもんな。なんか、嘘ついてるやつに目星がついているっちゃついてるもんな。光る、光る！ああ、そうか。この状況か。返事がない。氷河層に地下室なんてないはずなのに。探さないと。でもこの暗さじゃ何もできないな。懐中電灯は結局使えないし、何か明かりになるものを探さないと。照らすものを探す。というわけで今回はこのくらいにしときましょう。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。